お花紙を使って作るコスモスの作り方を大きなものを使って分かりやすく説明いたします。実際はこの大きさでお花紙4分の1のサイズで作ります。ここではお花紙そのままを2枚重ねて作っていきます。まず半分に折って、それをさらに半分に折って、4等分に折り筋をつけていきます。折り筋がついたら、これを屏風折りにしていきます。これを真ん中で半分に折って、折り目をつけたら、山折りと谷折りを確かめて、山折りになっている方からハサミを入れます。あまり太くするとコスモスに見えませんので、先が細くなるようにこんな感じで切ってください。折り目のところをホッチキスで留めます。花びらを開いたら、山折りになっているところを指で潰していきます。反対側も同じようにして広げます。全部広がったら平らなところに置いて、花びらを軽く引っ張りながら形を整えていきましょう。花びらは8枚ありますので、等間隔になるように開いてください。次に中心の部分です。黄色のお花紙を細くして作ります。まず人差し指と親指に額のりをつけます。巻き始めのところをつまんだら、ぐるぐると渦巻き状にしていきます。最後の部分にのりをつけてくっつけて、これで花の中心部分の出来上がりです。春前にもう一度花びらを整えましょう。きれいに整ったら真ん中に糊をつけて、先ほどの黄色の丸を貼り付けます。これで出来上がりです。これと同じ手順で小さいものも作ってみてください。